神戸外国クラブ、神戸外国クラブは、兵庫県神戸市に本拠を置く、開園性社交クラブ。関西地区在住の外国人の相互交流を目的とする。1890年春光のクラブ施設1869年5月5日に、神戸外国人居留地に居留する、アメリカ人とイギリス人が中心となって設立された、社交クラブ、ユニオンクラブを前身とする。 アメリカ人とイギリス人以外に、フランス人、イタリア人などの会員がいた。ユニオンクラブは、居留地内の建物に本拠を置いて活動。後に、ドイツ人の居留外国人を中心とする、社交クラブ、クラブコンコルディアから、居留地内、ドンズウエンチの施設を購入し、神戸クラブという名称で活動するようになった。1890年には、クラブの施設を、 アレクサンダー・ネルソン・ハンセル設計のもと改築した。この施設にはボーリング場やビリヤード場などが備わっていた。1909年、法務局に神戸外国クラブの名称で登記がなされた。1923年に関東大震災が発生すると、外国企業の多くが関西に本拠を移し、クラブの会員数は大幅に増加した。太平洋戦争が開戦すると、 クラブ施設は日本海軍に接収され空襲により消失した。1950年に施設が再建されたがドンズウエンにアメリカ領事館が建てられることになりトアロードのトアホテル跡地に移転。新施設には神戸発のスカッシュコートが設置された。ありがとうございます。